それでは、最後に、加熱源であります蒸気の流れについて説明します。で、蒸気はこちらの太いパイプを通って、ボイラー室からやってきます。そして今回この緑のバルブを開けますと枝分かれしましてこちらの方にやってくる。で、最終的にはここですね、ここのところを蒸気が通ってそして蒸留棟の方にやってくるという形になります。それでこちらのゲージ圧ですねと、こちらにゲージ圧がついてるんですけれども、特にこちらの金色のゲージ圧は 0.75 に合うように調節されています。そしてここからずっと下に行って連続蒸留棟の加熱釜を加熱するということになります。で、先ほどの金色のゲージを通った後この下に降りてきまして、そしてこちらの方のパイプを通ってそして蒸気は上から蒸発釜に入ってきます。そしてこの中に溜まっている水メタノールの溶液を加熱してボコボコ沸騰させましたら、この下の方のパイプから出ていって排出されるという形になります。そして、実習ではこちらですね、最終的にこの蒸気圧がですね 0.4kg/平方センチメートルになるようにこちらで調節していきます。で、このゲージは何かって言いますと、こちらの金色のゲージはこの蒸気の圧力を表しています、熱源の。で、こちらの黒いゲージはこの中の水とメタノールの蒸気の圧力を示しています。で、この中蒸気なんですけれども、先ほどこの間質液冷却装置で見ていただいたように、蒸気はくる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 螺旋状に巻いた管の中を通って外側に溜まっている水メタノールを温めてボコボコ沸騰させます。で、沸騰している様子はここのサイトグラスから見えます。ボコ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 泡立っているのが見えます。で、その時の水とメタノールの蒸気圧をここで見るという形になります。で、実習の方ではだいたい200から250ミリアクアという圧力になるように設定します。それどうやって調節するかというと、ここの蒸気を多く開けるとボコボコ沸騰してこの圧が上がるし、閉めればつまり蒸気を流さないとシューッと沈んでいくという形になります。それは盗聴のところで管流量で説明した時と同じです。で、ミリアクアっていう単位なかなか聞き慣れないものですね。通常はミリ HG という水銀高さで表すんですけれども、こういった表示があるということも覚えておいてください。それからこれ今200から250に合わせてるんですけれども、合わせるんですけれども600を超えないように注意してください。600を超えますと沸騰しすぎて下の棚に溜まっている液が上の棚に直接ビョンとこう飛び移っていくことがあります。あまりにも沸騰して、そういうのを飛沫同伴っていうふうに言うんですけれども、そうなると分離が悪くなります。つまり2つの棚で分離すべきところを1つ分しか働いてないという形になります。下の液が上の棚に直接上がっていくっていうのは良くないことになりますので、そういったことがあります。